東京都知事候補者無所属小池百合子七十一歳キャスター参議院一期衆議院八期防衛大臣環境大臣沖縄北方大臣安保担当総理補佐官海路大卒東京都知事二期では小池百合子さんの政見放送です東京都知事小池百合子でございます私は。 もっと良くなる東京大改革3.0を掲げこの度の都知事選挙に立候補いたしました引き続きよろしくお願い申し上げます2期8年のうちまるまる1200日は新型コロナとの戦いの連続でしたましてやその間史上初の1年延期無観客での東京2020大会を開催 都民の命と暮らしを守るため、都政の歴史に残る8年、全身全霊で務めた8年でした。この間、164の政策目標は、9割以上着実に、確実に進めました。待機児童は97%減少、首都直下地震の被害想定は36%減少いたしました。所得制限のない子育て支援策は、国をも動かしています。 皆さん時代はものすごいスピードで変化しています。今、立ちすくむわけにはいきません。だからこそ、大改革をバージョンアップし、東京をもっと良くしていかなければなりません。さあ最初の東京大改革1.0では、行財政改革に取り組みまして、8年間で8100億円の財源をひねり出しておりますでその分先をんんだ政策に当てているんです。 次の大東京大改革2.0こちらでは新型コロナ対策を中心に人が輝く東京の実現などに邁進をいたしましたそしてこの度の東京大改革3.0キーワードは首都防衛です都民の命を守り東京の未来を守りそして開く戦いですその中から4点お伝えいたしましょう第一に自然災害などあらゆる危機から 都民の命を守ります備えを常にの精神で木造住宅密集地域の解消の促進無電柱化の加速化都内でなんと900万人が暮らすマンション防災避難所の改革そしてゲリラ豪雨などに備える新たな調節地の整備を推進いたします。 また最悪の事態も想定いたしました危機管理としてミサイルの飛来に備えるシェルターの整備や富士山の荒廃対策などもっと強化いたしてまいります第二に未来を担う子どもや子育て世帯を守ります若者が結婚や出産をリスクと捉える社会に未来はないそう思いますそこで母体を守る意味からプレコンセプションケア 不妊治療費や卵子の凍結支援を進めます。所得制限なしでの018サポート第2子保育料の無償化高校や都立大学の授業料実質無償化などチルドレンファーストの取り組みもっともっと加速してまいります加えて無痛分娩費用への助成保育料無償化の対象第1子まで拡大いたします子どもや子育て世帯を守り 私たちの明るい未来を築いてまいる第3超高齢社会の到来に伴いますリスクから高齢者を守ります今年度創設いたしました介護職員の居住支援特別手当など介護人材確保をもっと強化して誰もが安心して暮らせる長寿社会を作ります第4言うまでもありません東京は日本経済の中心地ですその中で 都民が心豊かに生活できる経済環境を守り発展させます都民の暮らしを支える物価高対策、中小企業の賃上げ支援など、多摩や当初を含め、東京の経済を生かし、働く方々への支援を徹底してまいります。グリーン水素をはじめ、次世代エネルギーの可能性を生かし、脱炭素化など、短期・中長期の課題も進めてまいります。 これまでの発想会、グリーンインフラや東京グリーンビズで100年先を見据えたまちづくり進めてまいります DX は引き続き爆速で進化そして何よりも女性の力もっともっと生かしてまいります2年目にしてアジア最大級に発展したのが寿司テック東京これらを通じまして国内外で活躍するスタートアップを支援してまいります とってもわくわくする動き、東京で進んでいるんですよ、インクルーシブな社会づくりとして、障害者の雇用を促進いたします、文化、観光、農林水産業の振興など、都政を充実させます、そのすべての課題に真正面から向き合う、皆様、私、小池百合子は、2期8年の実績をもとに、これからも都民のために、都民と共ともにもっともっと東京をよくする。 そして世界で一番の都市東京にしてまいります皆様どうぞよろしくお願いを申し上げます東京都知事候補者無所属小池百合子さんの放送でした